さあまず試合に先立ってセントラル野球連盟の表彰式です。先日監督通算1100勝を達成した原辰徳監督の表彰が行われます。今日は闘魂2021と銘打ちまして、ご覧のようにジャイアンツのメンバーはオレンジ色のユニフォームを身にまとっています。1100勝以上を達成した監督は11人目です。そのうち読売巨人軍で監督を務めたことがあるのは藤本さん。そして後ほどご覧いただきますが、スコアボードの表示も今日はこの闘魂ということでオレンジ色染め抜かれています。巨人軍だけで1100勝を挙げたのは原監督が初めてとなります。ご覧のように原辰徳監督1102勝、その偉業です。あの名将川上哲治さんが1066勝、ミスタージャイアンツ長嶋茂雄さんが1034勝、その1100勝を達成した直後にはいやそんなに大きな実感はないんだよねということであまり表情を変えなかった原辰徳監督ですが、まさに名将の名にふさわしい。篠塚さん、はい、ジャイアンツも今全戦力がベストで揃っているわけではないんですが、はい、その中でやっぱり連勝を作っているというのはこれはやっぱり手腕ですよね。まあ、そうですね、まず先発ピッチャーによってのこう先発のスタメンの使い方、はい、そういうのもあるし、まあ、途中からでもね使う選手が、まあ、なんとかね期待に応えてますよね。はい、各選手がその役割っていうのはだいぶ定着して分かってきましたよね。そうですね、はい、いや、まあ、だからね、今抜けてる選手が来てもね、はい、ちょっと外せないなっていうくらいね、いや感じにしてほしいですよ ね、 ね。今がっちりと今村球団社長と握手を交わしました。今村社長ありがとうございました。続いて記念ボードを持っての写真撮影です。今度は記念ボードを持っての1100ウィンズ。その写真撮影です。それでは今一度原辰徳監督に盛大な拍手をお送りください。今ちょっとマイクを通じてどうもすみません恐縮ですというような声も届いたような気がいたします。でも監督の表彰式って初めて見ましたね。本当にそうですよね。長い間やってましたけど、はい、そして今このカメラのガラス板のところに原監督のサインを行います。これヒーローインタビューの後に各選手やりますけども、監督のこのシーンも斬新ですよね。なかなかね、そうですね。